みんな満面美なのだ、エルザなのだ。今回は櫓の上で攻撃はどう避けるのについて解説をしていくのだ。櫓を進めていく上で櫓に乗るというのはとても大変な行動だと思うのだ。特に後衛を持っている場合は乗らないとチーム全体への負担も増えたりするから、トラスト使いとしてはとても大変なのだ。でも当たり判定と仮返していると避けるコツがつかめると思うから、今回はそれを紹介していくのだ。ぜひ最後まで見てくれなのだ。櫓の上で渡つ。櫓の上で相手の攻撃を避けると言ってもかなり難しいことだと思うのだ。だけどこの答えは立つことなのだ。これは当たり判定を理解をしておくと分かりやすい部分なのだ。まず櫓の上に乗った時の当たり判定を見てみるのだ。櫓に立っている状態の当たり判定はこれくらいになるのだ。柱の真ん中に隠れるとちょっと体が出るくらいになるのだ。立っていると不安になるけど柱をうまく使うと避けれるのだ。続いてイカ状態の時に見てみるのだ。今回はインクなしで潜った状態にするのだ。一見当たりにくそうだけど実は横に広いのだ。当たり判定をそれぞれ見てもらったけど、櫓の上で当てづらいのは立ち状態というのがよく分かったと思うのだ。イカ状態は横に広い分柱には隠れられないから攻撃を受ける範囲が広いのだ。だから立っている方がいいのだ。当たり判定が広いということはチャージャーだけでなくどの武器でも攻撃を受けてしまいやすいから注意が必要なのだ。この点を考えてみるとトラスト、スピナーといったチャージ武器は攻撃の準備で立ち状態だから相性がいいと言えるのだ。上下左右に動く方がいい。それじゃあ櫓の上で避けるのは完璧なのだというイカちゃんがいるかと思うけど、それだけじゃいけないのだ。櫓の上では上下左右に動くことが大事になるのだ。これは相手にエイムを合わせさせないための方法なのだ。それじゃあどんな感じで櫓の上を動くといいのか話していくのだ。一つ目は柱を軸に左右に動くのだ。まずやってほしいことは櫓の柱を壁としてしっかり意識することなのだ。櫓の柱は意外と壁になるから大事なのだ。二つ目は後衛の斜線と位置を意識することなのだ。櫓の上で特に関門あたりの時は後衛の位置を意識するのがいいのだ。これを意識してないと一つ目ができてもエイムの良い相手なら簡単に攻撃を当ててきてしまうから注意なのだ。後衛を目を合わせた時に自分より右を見ているようなら左に移動したり反対に動くように意識をするのだ。落ち着いて相手の後衛の斜線を見ることが大事だから、まず後衛の立ち位置を見るようにすると良いのだ。3つ目はジャンプを混ぜることなのだ。左右の動きを意識できるようになったら次はジャンプを入れて相手の狙いをそらしやすいようにするのだ。これは通常のシューター対面で考えると良いけど、ジャンプをした相手にエイムを当てるのはかなり難しいと思うのだ。これは櫓上の自分と敵のエイム合わせも一緒で、単純に横に動くよりも縦の動きを入れると当てづらくなるのだ。4つ目はイカ状態を作らないことなのだ。上下左右に動いた方がいいよとここまで話してきたけど、実はこの時イカ状態は厳禁なのだ。理由は簡単で、当たり判定が広くなってしまうからなのだ。ジャンプの当たりと横の判定はこれだけ違うのがわかると思うのだ。これをジャンプ中にしてしまうと柱の両方から体が出る時間ができてしまうから、相手のエイムミスでも当たってしまうのだ。避けるのに必死でイカ状態になってしまいそうになるけど、ぐっと我慢するのが大事なのだ。立ち状態を維持するのが大事なのだ。たかが上下左右と思われるかもしれないけど、意外と相手の攻撃を見ておくのが大事なのだ。見えない敵の攻撃を避けるのはそもそも無理だから、櫓
グラに乗る前夜乗った後に防衛の位置を気にかけるようにするのだ。サブやステを駆使しよう。続いての攻撃を避ける方法なんだけど、サブステを駆使することを意識するといいのだ。避ける行動のはずなのに、相手に攻撃をして大丈夫なのかと思われるかもだけど大丈夫なのだ。理由は単純で、攻撃されなければそもそも避ける必要がないからなのだ。また攻撃されても相手は危険な状態で攻撃をすることになるから、かなり難しいエイムを要求されるのだ。わかりやすくトラストで詳しく話していくのだ。トラストの場合、ポイズンとメガホンがあるのだ。まずポイズンの場合、単純に場所を取ることができるから相手の攻撃する場所を絞ることができるのだ。この場合、相手の射線を意図的に変えることができるから、防衛の位置の把握や攻撃の方向がわかりやすくなるのだ。勘のいい味方なら音を聞きつけて攻めに行ってくれたりするから、意外と櫓の上が動きやすくなるのだ。続いてスペシャルについてだけど、メガホンと櫓の関門突破時間は同じくらいの時間なのだ。関門突破にかかる時間は 5-8 秒くらいなのだ。これに対してメガホンはスペ強化なしで約6秒なのだ。ということは、大体の関門であればメガホンで相手を拘束できるから結構有利なスペとなっているのだ。すべての関門突破できるくらいの時間ではないけど、関門を進めたい時にメガホンを使って攻撃させないのは強力と言えるのだ。その他の武器でも櫓と相性がいいサブステはあるから、攻撃して相手を抑えるのも攻撃を避けるいい手段になるのだ。ブラスターとチャージャーは早めに逃げよう。最後に注意をしておくのだ。ブラスターやチャージャーがいる際には早めに逃げる意識を大事にするのだ。いくら避け方を覚えたからといって、この2つの武器は避けようがない武器なのだ。まずブラスターに関しては、櫓に乗れば乗るほど倒しやすくなるのだ。カモがネギを背負ってきた状態なのだ。しかも一発でも爆風を受けてしまうと、櫓の上から逃げるのはほぼ無理に近いからとても危険なのだ。ブラスターが近づいてきそうな時は早めに櫓を降りて一旦処理をするのを優先するのだ。続いてチャージャーに関してだけど、そもそも射程も長すぎるし、遠たり判定が広いからお祈りなのだ。できることは精一杯の避ける行動か、櫓から降りるかなのだ。特にイカ状態になってしまうとすぐやられるのだ。櫓の上でチャージャーを見たときは、イカ状態はなるべく避けて、しっかり威線を見る練習をしていくのだ。だいたいこの2つの武器は櫓の防衛が強い武器だから、マッチングした際は常に位置を把握しておくのだ。ということで解説はここまでになるのだ。せっかくなので試合を観戦していくのだ。打開をしていくところだけど、グレートバリアがきついのだ。しかもどんどん敵が来るから厄介なのだ。やっと落ち着いたのだ。ここから抑えていくのだ。積極的に櫓に乗って抑えていくのだ。ブラスターは早めの逃げをするのだ。敵が消えたら櫓に乗るのだ。メガホンを定期的に打つのだ。乗っては降りてを繰り返すのだ。人数有利ができるまで我慢なのだ。味方よ前に行くの頑張るのだ。
ちょっとメガホンで前が見えにくいのだ。時期が気持ちいい。ということで、ご視聴ありがとうなのだ。まだまだスプラの動画やその他のゲームも随時投稿してくので、応援してくれる方はチャンネル登録と高評価をお願いなのだ。それではまた会う日まで。バイバイなのだ。